いくつになっても Happy to you 今回は録音した音声を自分の理想とする音に近づけていくにはどんな方法があるか紹介したいと思います。レッジバンドで 音作りをするにはですね一つがま前回の動画のようにオーディオトラックを作る時に出てきました簡単なエフェクトを調整する方法でしたねそして今回紹介するのはトラックのコントロールパネルというところその中にプラグインと eq というのがありますからそこからエフェクトを加えていきたいと思います まあどんなエフェクトがあるかというと、実はまあ私も使ったこともないようなエフェクターがたくさんありますけれども、私はあの六十四歳から始めたアマチュアの D T マーですからね。私が必要として覚えたエフェクトしかまあ紹介できませんので、その辺はご了承ください。私のサックス演奏のために必要なあるいはあのボーカルに必要な 基本的なエフェクトを紹介したいと思います。私の音楽動画でですね。使っているエフェクトは、えー、EQ イコライザーですね。それから、コンプレッサーリバーブ、そしてディレイというこの大体大きく4つぐらいしか使ってないんですね。まあ、これだけで理想の音に近い音作りをしています。eq とはですね、えー、特定の周波数帯を。 上げげてて強くくししたたたりりああるるるいいは下げて弱くしたりするそういった働きのあるものですこれによってボーカルや楽器の不要な音、まあ、不要な音域ですねこれをカットしたり強調したい音域をこう強めに出したりとかそういうことができます。でコンプレッサーは前回も簡単に説明しましたけれどもちょっと説明が誤解を生んでしまうかも しれませんので、もう一度正確に言いますと、バランス機能ある音声、まあ例えば大きい音量とかね、小さい音量とかあると思うんですが、えー、その大きい音量を圧縮して小さい音量との差を縮めるという働きです。つまり全体的にはまあ小さめの音量になってしまいますよね。そこでゲインというのがありまして、これを上げて。 音量を適度に大きくしてあげる必要があります。では、次のリバーブですね。これは音声に残響音、あるいは反射音を加えて空間的な広がりを出すエフェクトです。まいたい皆さん好きですよね、このエフェクトは。私もそうですけど。次のディレイというのはですね、これは音が遅れてくるという意味なんですけれども、 えまあエコーと同じような効果も出せますが使われ方がちょっっと違ってましたねまあ私がまあディレイで使うとしたらですねショートディレイ短いディレイということでまあどちらかというとえ残響音ちょっとこう音が少し残るような感じそういった効果を出すために私は使ってます。以上の4つのエフェクトをガレージバンドで使ってみたいと思います。 長時間の動画を避けるため、今回はコンプレッサーの説明と、新しいエフェクトをダウンロードして使う方法を中心とした動画になります。では、プラグインと EQ というところをタップしてみます。このように、いくつかのエフェクトが出てきますね。この数とか種類は、作ったトラックの種類によって決まってきます。 これはリードボーカルズのトラックのものですねで今回はこのコンプレッサーを紹介していきますここをタップするとこのようにいろいろなパラメーターが出てきますねパラメーターとはですねエフェクトを調整するために数値化されたまあ、調味料みたいなものですね、えー、調味料の量とかねあるいはどんな調味料を 入れるかでいろいろ味は変わりますよねそういうふうないろいろな味付けを数値で調整します上からコンプレッションスレッショルドそれからレーションアタックゲインそしてミックスとこれ五つのパラメーターがありますさてこの五つのパラメーターどんなふうにいじっていくのかということですねとても難しそうなんですが実はガレージバンドでは トラックを作った時にそのトラックの特徴に合わせてコンプレッサーのパラメーターをある程度こうプリセットのようにですね設定してくれてるんですねご覧くださいこんな感じですこのようにそれぞれのトラックでコンプレッサーのパラメーターが多少変わってきますよね変わらないところもありますけどねなのでその数値を変えなくても大丈夫なんですが そのパラメーターの意味、それから働き、そういったものを知っていることは、とっても役に立ちます。なので、できるだけわかりやすく説明します。まず一番上の、えー、シュレ・ショールドですね。これはあの基準点とか基準値というふうに考えてください。日本語では一般的に式位置と呼ばれています。音声がある式位置より大きくなったら、 そこからその音量を圧縮します。ということなんですね。つまり、コンプレッサーの働きを開始する基準点です。音量がここに来たら圧縮を始めてください。そういう意味です。例えば音声をこのようにですね。表したとします。縦が音量を表します。0。デシベルより下はマイナスデシベルで表します。 そしてこの山のような部分ですね。これがまあ音声です。あのよくこのようにガレージバンドのオーディオトラックにはこう音声の波が見えますよね。こういう上の部分だと思ってください。でも、ここでちょっと理解しやすいように、この音声を一部分だけ切り取って棒グラフで表すとこんな感じです。この音量は最大値が -8 デシベルですね。これにスレショルドま式、あ、1。 マイナス10デシベルでコンプレッサーをかけたいというときにこのスレ r e s h o l d の値をマイナス10デシベルに設定します。しかし、このとき注意すべき点はこのマイナス10デシベルを超えた音声が右の図のようにうカットされちゃうという意味ではありません。ではどのように圧縮されるかですね。それは実は次のレーション。 日本語ではですね、レシオと呼ばれてますがね、これに関係してます。英語でレーションとは割合のことです。だから2対1のレーションということは、マイナス8デシベルとマイナス10デシベルの音量の差を2対1の割合で、つまり2分割した1つ分だけ圧縮するということです。ちょっと分かりにくいでしょうかね。 つまりここでは二分の一という意味で半分ということになります。グラフのように二等分した分だけ圧縮するとマイナス九点五デシベルまで圧縮されます。レーションが四対一なら四等分したうちの一個分です。つまり四分の一ですね。なのでこのようにマイナス九点七五デシベルまで圧縮されるということです。 左の数字が大きければ大きいほど圧縮率が高いということになります次がアタックですねこれはまあ例えて言えばですねえ私のようにさあ仕事に取り掛かるぞと思い立ってですね実際に始めるまで時間がかかるわけですこのアタックというのはですねまさしくマイナス10デシベルを超えたからさあ圧縮しなきゃと圧縮を始めるのですが その仕事に取り掛かるまでの時間を表します。単位はのミリセカンドですから、まあ千分の一秒単位なんですね。ですから私とはまあ比べ物にならないくらいまあ速いですけどね。まあ例えば三十六ミリセカンドのアタックだとするとこのようなイメージです。アタックの数値が大きければ大きいほど圧縮される前の音が強くね、えー、残ります。 なのでアタックがかかる前の音がちょっと大きい歯切れのいい音になります次がゲインですねこれはあの音量を圧縮すると音は相対的に小さくなりますからこのゲインで音量を上げるという働きがあります最後のミックスというのはですね電音元の音ですねこれとコンプレッサーをかけた音とのミックスの割合ですでまあここは コンプレッサーをかけたのであれば100、百パーセント近辺でね、いいと思います。以上がこのガレージバンドで使われているコンプレッサーの説明です。どうでしょうか。コンプレッサーに対して少し知識が増えたでしょうかね。ただし、あのここでは出てきませんでしたが、リリースあるいはリリースタイムというパラメーターがあるんですね。これはあのアタックの逆の関係です。これはあの。えー 圧縮が始まったそして圧縮を続けて音量がスレッシュホールドを下回ったからじゃあ、えー、圧縮をやめようっていう時にそのやめるまあ音をスムーズにしたいのならリリースの時間を長くするっていう感じでしょうかね。 まあ、あるいはアタックタイムよりはリリースタイムをちょっと長めにするのが一般的なのだそうです。ということで皆さんコンプレッサーの仕組みはななんとくかかっていたただけたでしょうかパラメーターの数値はですね自分が録音したい楽器とかボーカルに近いプリセットをまず選んでそこから音をよく聞きながらどのパラメーターがどんな働きをしているかある程度分かっていればですね 少しだけいいいいじってもいいと思います実際はあのコンプレッサーによって音の質までもね変化しますから音作りには大事なエフェクトです私がいつも使っているの Mac の LogicPro という、えー、DAW ではですねコンプレッサーのプリセットがとても種類が多いのでそこから本当に適当なものを選んで。 そして少しパラメータをいじるっていうような使い方を私のようなアマチュアはしておりますでは最後にこれも大事な事柄ですえここにあるエフェクト以外に実はもっとたくさんのエフェクトがこの中に隠れてるんですねえ有料あるいは無料のエフェクトをアップストアから手に入れることもできますでは こちらの編集というところをタップしますするとこのような画面になります今ここにプラスのアイコンがあってなしって書いてあるところがありますねここを使うのですがでもこのようにですねプラスのアイコンがない場合もありますこれはエフェクトの数が最大7個分使われているのでどれかを消す必要が出てきちゃいます なのでここの場合は、例えばまあ使わないかなと思われるこのエンハンスチューニングというエフェクトを消します。このように消すと空きが1個できましたね。で、プラスのアイコンをタップします。するとこのようにエフェクトが出てきます。上からビットクラッシャー、コーラスなどなどたくさんあります。これもですね、皆さんが遊びながらいろいろ試してみることを おすすめします今このエフェクトというところのタブが選ばれていますが右のオーディオニット機能拡張というところをちょっとタップしてみてくださいするとまたまた出てきましたね私の場合はこの上から八個まではですね実は新しくアップストアからダウンロードしたものなんですねまあほとんどが無料でしたで、この中で今回は コンプレッサーに関係するエフェクトということで紹介しますとまずこのラフライダー3というのとそれからデフォルトで入っている AU ダイナミックプロセッサーというのがありますねじゃあちょっとラフライダー3をご覧ください使うとこんな感じですこれはあのドラムとかパーカッションのコンプレッサーに適していますというようなことが言われているんですがまあパラメーターがわかれば 普通のコンプレッサーとしても十分使えます左下からプリセットも選べますし右下はパラメータをスライダーで操作できる画面になりますそしてここにはのリリースというパラメータがありますね次の AU ダイナミックプロセッサーこちらはおすすめですねこんな画面ですこれにもリリースがついてますそしてこんな グラフ表示があるので意外と使いやすいんじゃないかなと思いますスレッショルドはこのポイントで決めますここに圧縮式位置と書いてありますねこれがスレッショルドの意味ですそしてこちらのポイントこれがレシオとほぼ同じ働きですヘッドルームと書いてありますけれどもこれは空きスペースという意味ですよねこの数値が大きければ大きいほど圧縮率が 小さくなっちゃいますから、ヘッドルームの数値が30デシベルの時と10デシベルで比べると、10デシベルの方が数値が小さいので圧縮率は大きい、コンプが効いていると言えます。これも同様に左下にプリセットがあります。これには通常のプロセッサーにはないパラメータである拡張比率、まあ、拡張レシオですね、そして拡張式位置。 というものがありますこの二つのパラメーターで拡張敷地よりも小さい音を圧縮してより小さくする働きがあるんじゃないかなと私は思っています調べてもね実はこの二つのパラメーターを説明している記事が見つけられませんでしたのであくまでも想像ですこれによってコンプレッサーで均一に音を圧縮してしまうよりはですね 小さい音と大きい音の違いをより明確にしてダイナミクスを感じられるようなコンプレッサーであるということだと思うんですねまあこのコンプレッサーを使った音をちょっとお聞きくださいいくつになってもハッピーバースデーと言ういくつになっても これ以外にはですね EQ とかリバーブディレイのエフェクトですのでまた次回以降に紹介しますでは新しくエフェクトダウンロードする方法ですそれは二通りの方法があります一つがこの画面で App Store で詳細を表示をタップすると このようにアップストアが立ち上がりガレージバンドで使えるエフェクトが出てきますここからダウンロードすればですねあとは自動でガレージバンドのエフェクトの一覧に入ってきますもう一つがアップストアアプリをもう開いてここでオーディオユニットと検索しますこのオーディオユニットと言われるアプリはガレージバンドで使えるエフェクトとか楽器ですね そういったものがオーディオユニットと付いてます。このようにたくさんのエフェクトや楽器が出てきますので、この中から良さそうなものを選んでダウンロードすればいいですね。まあ、今回もですね、とても長い動画になってしまいました。もうこの辺で終わりにしましょう。では次回は EQ の話になる予定です。では、さらばでござる。